はい、最後なんですが、今日特別にあのゲスト受講生ということで、札幌交響楽団首席ホルン奏者でやられます山田圭介さんに来ていただきます。嫌なんだよ、プロでもやられるねえ。アクションモーションの角っていう観点からすると音上がるときはスムーズに右上にマウスピースも移動してるんですね。でも音下がるときにあんまりその反対方向に動かずに代わりに顎が下がってる傾向があるんですよ。ドードーティー正のときは結構顎が開いててS ぐらいになるともう通常ポジションにプッて戻ってそこから上はいける的な感じがあるので、ということは「いったらららりらりちれぱれしぱし」って音形で吹きやすい S から B まで上がって S まで持って次下の B に行くときに左下にわざと引っ張って。で見たらどうなるかっていう感じで。
まあ、多分上吹いてる時間長いからそこに適応してあるっていうことなんだと思います。うん、ただそう、下とつながった上だともっと強い上になるというか、あの、うん、こっちに弦があるかなとなんとなく個人的には思ってたんですけど、息の、うんうん、息にも影響がいってたっていうのもあるかもしれないですね、うん、もしくは本当に息が原因でここが止まってたのかもしれないけど、うん、どっちにせよこれをやりだしたら影響のいってた息が良くなったのか、うん、やることで息の原因が取れたのかちょっと分かんないです、うん、因果関係がどっち向けるかちょっと、うんうん、なんかあれとかどう、それ何なんでしたっけ、の三楽章バルカナイパパ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 ララガリドだっけ、でででででパパパン、あ、ちょうどいいですか、ね、下がるとき左下ということは、うん、普段よりちょっと低めの音は左下からって思っておくとちょうどいいかもしれません。一番今日印象に残しておきたいこと、うん、そしたらということは低めのとは左下目からやってやるんだな、うん、上のとは右上、ちょっとだけ反対方向のだから高音目に向かっていくのもやってみますか、あ、そう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 、2番の方にパパパパパパパピーパパーのフレーズあるじゃないですか、それを本当にこう行かせてみるとどんな手応えになるか、めちゃくちゃすごい、めちゃくちゃすげえ、チャイコフスキーの5番の最後とかのやめてくれっていう時に右上にやっとけば、とりあえずグッていけるので、うん、ぜひ使ってみてください、はい、もし何か不都合、疑問点とあれば、はい、あの対象を返してでも直接でもいいので、はい、お問い合わせいただければと思います、はいはい、そんな感じで、いいですかね、はい、はい、ありがとうございました、ありがとうございました。そんなにあるか、まだいいですね、 あと3曲くらい、まだまだ、ね、お願いします。2巡目もちょっとできるかもしれないけど、それその前にとりあえず全員行ったってことですよね、はい、質問コメント、